ウィッシュミーメルはサンリオでデザインされたキャラクター群。デザイナーは奥村小雪。10代後半から20代の女性をメインターゲットとしている。プロモーションは立命館大学との共同で行われており、サンリオとしては初の産学連携の取り組みとなる。舞台は虹の向こうにあるありがとうの気持ちでできた国、メルシーヒルズ。ここは純粋な心を持つ。 子供たちが誰かの幸せのために働き、ありがとうと感謝されることで大きく美しくなっていく世界。世界中から選ばれた7人の留学生の一人としてメルシーヒルズへと留学してきたメルと仲間たちが自分たち一人一人にとっての使命を探していく物語。建物はほとんどがカラフルな卵型になっている。中、本節の出典は特に記載がない限り、および、 によった。2010年12月27日に公式サイトを開設。メインキャラクターのメルは人見知りで卵から出てこられなかったがファンからの後押しもあり2011年1月25日にはメルを登場させユーザーとの電子メールを通じた交流や着せ替えなどのデジタルコンテンツの販売を開始した。5月26日にはデジタルコンテンツ以外では 初めての商品として、主婦の友者より、絵本、ウィッシュミーメル虹色の言葉が発売された。2011年6月からは、立命館大学との共同で、日本各地のサンリオショップを巡回する企画や、ブログや映像制作を通じた展開も実施されている。コミュニケーションツールとして、公式ツイッターやフェイスブックなども用意されている。いちご新聞の読者投票企画。 サンリオキャラクター大賞で第28回において11位を受賞し歴代最高である。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画であるこれやります宣言で10位以内なら年賀状を届けます。と宣言していたが惜しくもランクインを逃した。第32回は仲良しアワードを受賞した。第34回はいちご新聞ベストランキングアワードを受賞した。 サンリオキャラクター対象一号新聞ランキングでは2015年以降は10位圏内にランキングされている。2020年はコロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったためサンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズが サンリオショップ各店舗で開催され、サンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果は、ウィッシュ・ミー・メルは10位であった。2021年は、サンリオキャラクター大賞は、総合順位は12位だが、いちご新聞ランキングでは1位を獲得した。また、いちご新聞オリジナル企画で2016年より、サブキャラコンテストが開催されている。第1回のサブキャラコンテストでは、 アロが23位にランクインされ、第2回のサブキャラコンテストでは、ニーナが22位、ルーが29位にランクインされ、第3回は、マリンが14位にランクインされた。第4回は、第1回第3回までの上位20、キャラクター同士の決戦コンテストで、ウィッシュ・ミーメルのサブキャラは、マリンが48位にランクインされた。仕切り直しとなる、第回のサブキャラコンテストでは、 ポコが34位、チーコが30位にランクインされた。ありがとうございます。